壁というのはできる人にしかやってこない。超えられる可能性がある人にしかやってこない。だから壁があるときはチャンスだと思っている。イチロー元プロ野球選手。必要なことはただ一つ、できると信じることだ。アンソニー・ロビンズ、米国の作家。取り返しのつかない大きな失敗をしたくないなら、早い段階での失敗を恐れてはならない。湯川秀樹、理論物理学者。今歩いている道が気に入らなければ、新しい道を開けばいいのよ。ドリー・パートン、米国のシンガーソングライター。失敗を恐れるな。失敗することではなく、目標が低いことが罪なのだ。大きな挑戦ならば、失敗さえも栄光となる。ブルース・リー、香港の俳優。神様は、私たちに成功してほしいなんて思っていません。ただ、挑戦することを望んでいるだけよ。マザー・テレサ、カトリック修道女。失敗したからって何なのだ。失敗から学びを得て、また挑戦すればいいじゃないか。ウォルト・ディズニー、米国の実業家。終着点はどうだっていい。そこへ行くまでの道のりがすべてよ。ウィラ・キャザー、米国の女性作家。虹を見たければ、ちょっとやそっとの雨は我慢しなくちゃ。ドリー・パートン、米国のシンガーソングライター。下を向いていたら虹を見つけることはできないよ。チャップリン、イギリスの俳優、映画監督。昔を振り返るのはここでやめにしよう。大切なのは明日何が起きるかだ。スティーブ・ジョブズ、米国の実業家。人を信じよ。しかしその100倍も自らを信じよ。手塚治虫、日本の漫画家。悪いことが起こるのは我々の身に降りかかる最悪の事態ではない。最悪の事態は何も起こらないことである。リチャード・バック、米国の作家。どんなに勉強し勤勉であってもうまくいかないこともある。これは木がまだ熟していないからであるから、ますます自らを鼓舞して耐えなければならない。渋沢栄一、日本の実業家。